氷川きよし、シ、1年8ヶ月ぶりの復帰コンサート本人もファンももわべた。日刊スポーツコム芸能版記者コラム。歌手氷川きよし、シ、46が17日、約1年8ヶ月ぶりに歌手復帰したコンサートを都内で開催し、約6500人のファンに氷川きよしここにありを存分に印象づけました。スタート直後は本人もファンもちょっと固い感じ。 ファン心理を推測すると、何を歌うのだろう、何を話すのかな、のドキドキ感と緊張感で見えない糸がピンと張り詰めたイメージ。勝負し様子見、でしょうか。会場が和んだ空気になってきたのは、中盤になってファンに耳馴染みのある演歌を歌った頃です。清のずんどこ節、箱根八里の半次郎では久々に清、清しコールが響き渡りました。 後半に入ると、友人で音楽ユニット TM ネットワークキネナオト66が登場。キネは氷川が歌う演歌がいかに素晴らしいかをとうとうと語り、ポップスやロックなど何でも歌える氷川の強みにも触れました。その言葉にファンは共感し、安心をしたのだと思います。会場の雰囲気がガラッと変わりました。 氷川自身も巨大スクリーンで思いを綴った文章を発表しました。デビューから休養までの23年間走り続けた氷川清と新しい呼び名のキーナ。どちらもすべて自分だとして今後の活動について清氷川プラスキーナの歌のパワーでファンの皆様を幸せにしたい。現在トップスターとして活躍をしているタレントの中にも 過去に一時休養をした人がいます。中には死亡説まで飛び出してメディアを賑わせた人も、休むことで迷いを振り切り、パワーアップした姿を見せてくれれば本人にとってもファンにとっても、もわべた映画評論家、小森のおばちゃま風に言えばです。氷川の最後の言葉は、皆さん、最高です。この日を忘れませんでした。長い間、 待っていたファンもこの日を忘れないでしょう。25周年を飾る最高のスタートでした。松本 Q